来たということで、今から行ってみたいと思います。奥園直也チャンネル、久しぶりに来たよ奥園くん。久しぶりですね。友達のお店っていうのは何料理のお店なの？韓国料理のお店ということで、楽しみにしてきました。すごくね、おしゃれな店内ということで、で何やらですね、なんかのギターを持ってきていいよということで。あ、だから今日ギター持ってんの？はい、クレープ屋と靴屋の間を右になります。もう結構近いですよ。で、路地に入ったら、1本目を、1本目の左ね。そうですね、原宿にこんなちょっと裏にこうおしゃれな道があったと思いませんでした。すごいちょっと喧騒を逃れた結構雰囲気のある路地裏だね。着きましたね、これ。はい、というわけでお店に着きました。おしゃれな店内、おしゃれな店内です。これフーディーズコリアンの名前ですね。今日はね、楽しみにしてきました。ちょっとじゃあ店員さん呼びますか。お願いします。ちょっといい声で頼むよ。すいません、今ランチの時間ですか？はい、ランチがこの韓国ブーガコンセットとスープカレーセット。美味しそうですね。まずランチ食べますか？どうしよう、これ迷うぞ。一つずつもらおうか。一つずつじゃあ。あと、なんか単品もあるんですよね。こうクリスピーチキンとか、チャンジャだったり、韓国のね、料理がいろいろありますけど、店員さんのおすすめ聞いちゃいます？うん。まあ、全部って言いたいのは分かるんですけど、全部って言いたいのは分かるんですよ。強いて言うなみたいなね、はい、ちょっと。食べますよ。美味しいよね。あ、本当ですか。ヤンニョムチキンいっとく？じゃあやっぱりいっちゃいましょうか。うん、じゃあヤンニョモ、ヤンニョモって言った。ヤンニョモって言った。じゃあすいません、お願いします。美味しそう、美味しそう。韓国風のガパオライスってのこれ珍しいですね。カレーソース、いいね。チキンきた。ありがとうございます。はい、というわけで全部出揃いましたので食べていきたいと思います。いっちゃってよ。いやでも最初今スプーン持ったんですけど、やっぱダーサラから行くの？ダーサラから行くの？そうだよね。そうだよね。何やってんだよ。まずはね、サラダが食べないと。前菜から、ま。チョレギサラダ風っていうのかな？これもね、韓国のりもあってて、ちょっと。うん。新鮮で、めちゃくちゃ美味しいです。ちなみに食ブレッコは噛みましたけど、苦手ですよ。うまいです。うん、キムチとナムルかな。キムチとナムルですね、これ。ちゃって。韓国といえばこれですから。ちゃってよ。でまずはナムります、ね。うん。うん、すごい冷えてて。美味しいです。キムチです。うまっ。ピリ辛です。うまいんですかこの人うまいしか言わないじゃんじゃあちょっとスプーンに持ち帰ってちょっとカレー食べてくださいよ。中にナスとか、こう鶏肉じゃない、なんでしょうね、これは。細かくミンチになったお肉、トマトとか、あとキノコ。野菜いっぱいで結構ヘルシーなんだね。結構美味しそうです。まずはスープから、スープから。
なるほど、奥が深いぞ結構辛いです。結構辛いんだ。でも、まあ、僕あの辛いのは結構弱いんで。そう、そう、奥園さんは辛いものあまり、あまり召し上がらないですね。食べるの好きなんで食事結構うるさかったりするんで、めちゃめちゃ美味しいです。これトマトとこのお肉ここに、うーん、あーこれやばいですねこういうことですね。これもこういうことですね。いただきます。皆さん飯テロのお時間です。これは何でしょう。キノコ、キノコを入れてみたいと思いますよ。シャキシャキで美味しいご飯も進みます。ゾノさんチキンも食べてよ。このチキン野郎、この野郎俺がな、うん、ヤンニョムチキンこちらですね。でかいな。これがね何個入ってるかな。1,2,3,4,5,6,7,8個ぐらいあります。あるね。こちらが900ボリューム満点。いただきます。失礼します。ガリガリガリっとね。これは癖になるよ。これは甘くて、うん、いいね。ちょっとこのカレーが辛かったんでスパイス入れてたんで一気になくなりました。おー、この甘さがすごい。調味料頼みましたよ。スポーツ観戦とかしなくていいっすね。止まんなくなっちゃう。ちょっと僕もせっかくなんで、はい、ガパオライスいただきます。美味しそうですね。こんな感じ。目玉焼きも半熟です。スープもあるよ。いいじゃないか。スープもあるよ。ちょっとね僕ねお腹空いてるからもういきなりガパオライスいっちゃうね。まずはちょっとこうねお肉とご飯だけでちょっと、はい、はいはいはい、いってみたいと思います。こんな感じ。うまそうですね。いただきます。はい、結構ピリ辛です。これも美味しい。辛いんだ。スパイシー。これあれじゃないかな。多分このピーマンみたいなやつあるでしょ。これがね、はいはい、多分ね唐辛子ですね。多分ね、あ、これ唐辛子なんですね。あ、でもね、はい、この肉のね、はい、油の甘さとね甘辛なこの味付けがねこれすごいね食欲そそりますね。本当ですか。あのねもう多分この入ってるスパイスなのかな、すごいね全身からこう熱くなるんですよ。じゃあちょっと目玉割って。そこいつ割るかって今気になってました。これおそらくね、おー、いっちゃいましたね。これでしょ。これはうまいぞ。これでしょ。これでね君と一緒にさ、うわー、これ飯テロだこれ。これね夜中見てる人はねちょっとウーバー頼んじゃうんじゃないかな。食べずウーバーありそうですね。これ、はい、この君とねこの、はい、これはもうドッキング最高のやつ。濃厚なこの濃厚なやつ。肉とご飯をちょっと、はい、どうでしょうか。あ、もうねあの完成しました。完成本当にこれが正解でした。完成しました。正解。もう濃厚な肉を、はい、この目玉焼きの半熟のこの黄身でこの合わさった時に、はい、あの全てのバランスが完璧になるようにこれデザインされて10対10になるっていう。美味しい美味しい。はい、というわけでねフーディーズコリアでちょっとご飯食べさせてもらって店長にお話聞いてみたいと思います。ゆうじさんです。今日はごちそうさまでした。とても料理美味しかったです。ありがとうございます。僕たちあのランチを1個ずつ頼んで、はい、あのガパオライスとスープカレーいただいたんですけど、すごいどっちもね結構あの日本人の口に合うすごい韓国料理だなっていう印象だったんですけど、なんかそうヤンニョムチキンも美味しかった。そうなんかこれやっぱお店のなんか独自のコンセプトみたいなものってなんかあったりするんですか。僕自体料理勝負するっていうので、まあ、ランチとか特に韓国風ガパオセット、まあ、カレーセット、まあ、実際に出させてもらっては頼んでたりとか、ちょっとやっぱりあの本格的な韓国料理の手作りっていうよりも日本の味に合ったような出し方もそういったはいるんで、まあ、だかといってあの日本の味だけじゃなくて韓国のスパイスとかも入ったりして、ちょっ
それちょっと食べやすいかしているつもりではいます、ね、はい、僕実はちょっとタイに留学してたことがあって、はい、ガパオライス結構食べてたんですけど、やっぱりなんかあれですね、そう、本場のやつとも違うし、なんかこう日本で食べるタイ料理とも違って、これ新しかったっす、すごく。ガパオとカンプってどういうことみたいな感じで言われたやつ、ね、なるほどね、そうですね、はい、スパイスって言ってもね、あの英語で対するけど、韓国のスパイスっていうような、はい、気持ちであるとか考えていたんで、それよりになっていただけたのであれば、どうでした？いや、本当スパイス効いてて、めちゃくちゃ味もしっかりして美味しかったです。ありがとうございます。本当に野菜とにかく行きたいなと。そう、取れました。野菜がいっぱい入っててすごいヘルシーだったよね、すごく。スープカレー、あれ出汁は何の出汁ですか？企業秘密ですか？あれはでもカレーはカレーのスパイスは使ったりするんですけど、そこに韓国の出汁ってことは出汁だとかですか？出汁だとか。ああ、なるほど、ね、はい、日本の出汁も入れてます。あれ本当に結構普通のスープカレー専門店のやつより全然うまかったですよ、本当に。なんか大丈夫ですか？なんか逆に聞くことができた。本当に本当にもっとあれ辛くできるんですか？もはやもしもっと辛い。そうですね、まだかとかは調節も多少はできたりはします。激辛とかはちょっと厳しいですけど。そう、僕はすごい美味しかったよ、ね、直樹は結構汗かきながら食べてたよね。一応メニューの中には一応ピリ辛っていう感じでは、あ、本当にでも大体来る方とかは辛いの好きな方とかやっぱそう多いですね。ヤンニョムチキンはもうあれはもうビールやね、もう。いいよな、あれ嫌いな人いないと思うんだよ、もうあれもうみんな大好き。スイート系でもありますよね。そうっすね、確かに。もういいなと思って。そうっすね、いやー美味しかった、ありがとうございます。本当にお二人は結構もう付き合い長いんだよね。そうなんですよ、ね、長いね、まあ、僕がちょっとまあ新宿で、働いてたので5年くらいは多分初めましてだったの、ね、5年前なんで。おお、新宿、まあ、海の家というところでね、はい、その居酒屋をやってた、その系列店、はい、そこで働いてて、はい、奥園くんがブイブイ言わしてた頃だじゃん。ブイブイ、そうですね、言わしてんのか言わしてないのか、ちょっとその辺は今でもちょっと怖いぐらい。なんで、まあ、やっぱそうだったんだ。優しい先輩でもう有名でしたよ。ゾノさんが、はい、ゾノさんの、はい、ゾノさんって呼んでます。飲んでた途中に、はい、たまたま新宿でバッターに会って、はいはい、サングラスつけたんですよ。サングラスつけてて、多分覚えてるか分かんないけど、サングラスに指摘をしていただいてて、うん、していただいたので、なんかつけるなよみたいな感じで、その上司の前でっていうのが、あー、外せと、はい、いやでもそれって正直言うと本当その通りで、うん、外でばっかりやった。いやでもそれって本当に上司の前ですけど、あ、そうか、はい、でもそういうのしっかり教えていただけるようなイメージあるんですけど、もうそういう怖い、あ、やばい怖いあ、でも礼儀には結構うるさい印象あります、やっぱり。いやでもそれいいことだよ、本当に。うん、いいこといいこと。あれちょっといい話になっちゃったな。でもこの後、まあ、一緒に飲みに、飲みの会に参加させていただいて、その時はもう長い熱い話。この人飲むと長くないっすか？俺の周りの先輩方ですよね。肩を参加して組んで喋ったりするようなタイプなので。ザ昭和やね。酒を飲む動画も撮ろうと思って、その時はちょっとぜひ来ていただいて。インディスポリア原宿店です、10月1日からオープンしました。名称の方ですね、インスタグラム名称していただいたら韓国タイヤとソフトドリンクプレゼントしますので、もしくは、
チャンネル、YouTube のチャンネルを見ていただいた方とか、この動画と見ていただいた方は同じ内容でプレゼントできますので、ぜひよかったらお願いします。一応チラシも置いてますので、これも次回、2回目以降からも利用できますので、こちらもぜひよかったらチェックしてください。営業時間の方が、11時からオープンで、夜の22時で、クローズになります。ランチの方が11時から夕方の5時、17時までで、営業してます。ランチもやってますので、よかったらぜひお願いします。苦しみも悲しみも